じゃあ明日の放課後の任務は五条先生が引率だけど、先生は現地で集合ってことだな。どうせあの人は遅刻してくるだろうけどな。また放課後。どうせ任務を入れるんなら授業中にやってくんないかしら。放課後は放課後だから放課後って言うのよ。言わんとすることはわからんでもねえけど。でもさ、明日だって任務が早く終われば晩飯の時間じゃん。晩飯、それってつまりそういうことね。そういうこと。先生、おごってくれるかもよ。絶対おごらせる。そうと決まれば店のピックアップしないと。で、任務の場所はどこなの？資料読んでねえのかよ。明日は東道。うわ、京都校のやつが何勝手に入ってきてんのよ。ここがブラザーたちの教室か。すぐに見つかってよかった。お前何しに来たんだよ。高田ちゃんのインストアイベントに参加するためだ。せっかくだからブラザーの顔を見ておこうと思ってな。ああ、そう。ゆっくり話す時間がなくて悪いが、最近どうだ？元気にやってるか？まあ普通だけど。俺はな、実はハマっているものがある。もちろん高田ちゃんが一番ではあるが、高田ちゃんの影響もあってな、ブラザーにも教えようと思ってきた。高田ちゃん一押しのとあるゲームの話なんだが。うわー、これってもしかしてこいつ、ただ自分の話がしたいだけじゃない？もしかしなくてもそうだろ。おい、野原。あ、マーキさん、もう行けます？ああ、待たせて悪かったな。つうか、なんで東堂がいるんだ？さあ、板取りに用事があるんじゃないですか？私には関係ないんで知らないですけど。俺が会いに来たのはもちろんブラザーだが、いい機会だ。一緒にいるならお前たちにも勧めたい。なんだか知らないけど遠慮しとくわ。板取りが全員分聞いてくれるんじゃない？俺だけ？伏黒も関係ねえって顔してねえで。関係ねえからな。
ひどい。くだらねえ。行くぞ野原。はーい。マジで見捨てんのかよ、非常すぎる。まあまあ落ち着けブラザー。いやいや、お前のせいなんだけど。窓の外を見てみろ、なんという青く美しい空だ。それがどうしたんだよ、確かにいい天気だけど。つうか時間大丈夫か、イベントに遅れたら大変じゃね。もう行けば。ブラザーはこんなに美しい空を旅してみたいと思わないか。全然話聞いてねえみたいだぞ。勝手すぎる。どこまでも広がる青空、雲海を漂う大地、風を切って悠々と飛ぶ気空艇。そこは神に見捨てられた安寧を謳歌する空の世界。え？え？なんだこれ！落ちる！めぐみ！サンキュー、ヌエ、フシグロ。いや、でも長くは持たねえぞ。っていうか、ここどこなわけ？空じゃね？なの見ればわかるっつうの。おい、あんま暴れんな。私は自分の部屋で寝たつもりだったけどな。私もですよ。俺も寝たところだった。じゃあこれは夢ってことだな。誰の？そりゃあ全員の。やっぱなんかおかしい。最初からどう考えてもそうでしょうが。めぐみ、ヌエはどれくらい持つ？この人数じゃ厳しいです。今もゆっくり落ちてってますから。でも空ってことは下に降りてけば地面があるんじゃねえの？まあ普通はな。下は何も見えねえな。霞んじゃってるわね。相当高いところにいるってこと？いや、その割には空気も気温も普通すぎる。
言われてみりゃそうだな。じゃあ一体。待って、なんか来る。何あれ、飛行機かなんか。いや、飛行機とかじゃなさそうだぞ。あれは船か。ヌエ、戻っていいぞ。おお、なんだ今の。大きい鳥さんがパシャンって溶けちゃいました。ヌエが見えてんだ。そうみたいだな。どいつも呪術師って感じじゃねえが。私たちは気空師です。この人が団長で、私はルリアです。オイラは B。 この船はグランサイファーって言うんだ。船？空飛ぶ船？結構ファンタジーな夢だな。いや、待てよ。このシチュエーションってどっかで聞いたような。つうかびっくりしたぜ。お前らあんな空の真ん中で何してたんだ？改めて聞かれると何してたんだろうな。気がついたら落ちかけてて、ヌエに助けてもらって。いや、そもそも多分夢なんだけど。来たかブラザー。うわぁ！広く果てないこの空において、こんなにもすぐ再会できるとは。俺たちの絆は本物のようだ。出てきて早々意味のわからんことを。こいつまで出てくるなんて随分ひどい夢ね。あんたどう責任取ってくれるのよ。俺のせい？つうか待って、思い出した。これって東堂の話してたなんかのゲームとシチュエーション似てね？さすがだブラザー、よく気がついたな。つまり東堂の話を聞かされたせいでこんな夢を見てんのか。相変わらず旗迷惑なやつだな。皆さん、東堂さんとお知り合いなんですか？こいつも少し前に空で拾ったんだけどよ。知り合いなどという薄っぺらな関係ではない。苦楽を共にしたマイベストフレンドとその友人たちだ。イタドリのおまけみたいな言われようは気に食わないけど、それより。一ついいかしら。ん？どうした？ずっと突っ込みたかったんだけど、なんでトカゲが喋ってんのよ。
おい、それはオイラのことか？オイラはトカゲじゃ。なあ、俺も気になってた。羽が生えてて飛んでるのもやべえし。はあ？羽があれば飛ぶでしょ。そうじゃねえって、トカゲに羽が生えてることに驚いてんの。何の話をしてんだよこの非常時に。だからオイラはトカゲじゃねえって。そうだ、 B はトカゲなんかじゃないぞ。トド、 B は俺のライバルだ。ライバル？そうだったんですね、Bさん。オイラも初耳だっつーの。ったく、何勝手なこと言ってんだよ。いつ、どうしてオイラがお前のライバルになったってんだ？それは、お前が高田ちゃんの寵愛を受けているからだ。高田ちゃん、誰だよ。高田ちゃんは最近お前の話ばかり。何の話だよ、全然意味がわかんねえぜ。あー、なんかごめんな。簡単に言うと、東堂が好きな高田ちゃんっていうアイドルがいるんだけど、その子が B のことが好きらしくて、東堂はやきもち焼いてんだ多分。違う、違うんだブラザー。真のファンたるもの、彼女が愛するものも含め全てを受け止める所存だ。だが俺たちはこうして巡り合ってしまった。同じ空で出会ってしまったからには、どうしても白黒つけなければ気持ちが収まらん。わかったような、わかんねえような。つうか、白黒ってことはオイラと勝負でもしてってのか？その通りだライバルよ。お、待てよ。つうか、つまり東堂が言ってたゲームにも B とかが出てくるってことか？当然だ、初めからそう言っている。やっぱりおかしい。どうした、めぐみ。やっぱりも何も、最初からおかしいわよ、すべてが。ゴリラの頭も含めて。いや、そういう話じゃねえ。これが本当に夢だっつうなら、納得がいかないことがある。俺たちは確かに、教室まで押しかけてきた東堂に、この世界に似たゲームの話を聞いた。でもこいつら、B やルリア、団長たちの名前までは聞いてねえんだよ。ああ、確かにな。ってことは、知らないことが夢に出てきてるってことになる。普通はありえねえだろ。じゃあ夢じゃないっていうの？いただり。あ、俺？どったのシグ。いた！急になんだよ。痛いのか？いやいや、今結構強めにやっただろ。夢なら普通痛くねえもんじゃねえのか。あ、確かに。じゃあこれって夢じゃねえのか。
現実かと思うと頭痛えけどな。何かの呪いとか呪霊の仕業とか。いや、呪いの気配は感じねえ。だよな。わからないことだらけだな。ここがどこで、なぜ俺たちがここにいるのか。ここがどこかは分かっている。空の世界だ。見ての通り、どこまでも広がるこの青い空が世界の姿。ここからはまだ見えてはいないが、大地も全てこの空に浮かんでいる。え？地面も浮いてんの？下にあるんじゃなくて？空の下がどうなっているか正確には分かりません。赤き地平と呼ばれる隔離世に通じていて、死んだらそこに行くとか。まあ落ちたら普通は帰ってこれねえから気をつけろよ。つまり死ぬってこと？何それ怖っ。さっきヌエでそのまま降りなくてよかったな。そして気空士というのは、気空艇というこの空飛ぶ船で世界を旅する者たちのこと。はあ、つまりこの世界では空が海みたいなもんってことか。空は空だろ、海は海だし。え、海もあんの？まさか海も空に浮かんでるとか。当たり前だろ、浮かんでるに決まってんじゃねえか。え、なんで？すげえじゃん、なんで水が落ちねえの？そんなこと言ったら地面だってなんで落ちねえんだよ。あ、そりゃそっか、どっちにしろ不思議だったわ。あの海が見たいならちょうどいいかもしれません。お、そうだったぜ、オイラたち今アウギュステに向かってるところなんだ。そのアウギュステってってのが海があるところなのか。アウギュステか。ファータグランデでも随一の観光地で、海の美しいリゾートだな。いちいち見てきたように言うのが腹立つわね。ほっとけ、相手にしてたら疲れるだけだぞ。ん？待って、リゾートって言った？おい、ちょっと興味持ってんじゃねえよ。せっかくですから皆さんもこのまま一緒にアウギュステに行きませんか？いや、それは。ま、いいんじゃねえか。マキさん、めぐみ、お前の言いたいことはわかる。どうしてこんな状況に置かれているのかわからない。どうすれば戻れるのかわからない。だからのんきに海だリゾートだなんて見に行ってる場合じゃないだろ。何か間違ってますか？だって他に当てなんてねえだろ。それは東堂はともかく、気空士だとかいうこいつらはどう考えても私たちよりこの世界に詳しい。今は
こいつらについていくのが一番得策だと思うけどな。ですね。ま、これが全部夢だっていう可能性もまだあるわけだしな。だといいけどな。虎杖悠仁です。よろしくお願いします。伏黒だ。おい虎杖、何すりゃいいのかちゃんと分かってるか。眩しい太陽、白い砂浜、海、マジでリゾートじゃない。やっべえ、グアム見て。バカね、ワイハよワイハ。大はしゃぎじゃねえか。にしてもマジで海だな。これが空に浮いてるなんて。さっき船から見てなかったら信じられねえところだった。あー、もうこんなことなら水着持ってくるんだった。水着なら近くのお店に売ってますよ。マジ？あ、待って、お金ないわ。ああ、そういえば俺ポケットに200円入ってた。200円で水着が買えるか。なんでそんだけしか持ってないのよ。なんで俺怒られてんの、理不尽。つうか自販機で飲み物買うだけなら十分なんだよ。そもそも日本の金がここで使えるのか。無理だろうな。この世界の通貨単位はルピだ。相変わらず詳しいな。ところで団長たちはアウギステに何か用事があったのか。ああ、細かい依頼がいくつか入ってたからな、引き受けに来たんだ。依頼？私たちは旅の途中でいろいろなお仕事を引き受けてるんです。魔物退治とか荷物を運んだりとか、いろんなことをします。魔物退治って響きはちょい物騒だけど、何でも屋みたいな感じなんだな、菊石って。で、このアウギステにも仕事があって来たってことか。せっかくのリゾートなのに遊びに来たんじゃないのね。周り観光客っぽい人ばっかりだけど。アウギュステがまた元通り賑やかになってきて嬉しいです。ここ何かあったのか。いやー、まあな、立て続けにいろいろと災難があってよ、壊滅状態っつうか。それがやっと復興してきたって感じなんだ。
壊滅って台風とか、ああハリケーンっつうの。まずはサメだな。そうですね、空飛ぶサメが出て、あの時は大変でした。この世界じゃサメは空を飛ぶの？普通は飛ばねえんだけどな。その次はゾンビ事件が。空飛ぶサメにゾンビ？やべえ、映画じゃん。それはゾンビがサメを操ってたの？あ、いえ、そうじゃなくて別の時に起こった事件ですけど。どっちにしてもすげえ、そんなことが現実に起こったってのか。うわー、俺も見たかった。あ、ごめん、実際ここに住んでる人にとっちゃえらい災難だよな。不謹慎だったわ。確かに大変でしたけど、もう解決しましたから。もしかしてあんたたちが解決したってわけ？まあ一応、オイラたちだけの力じゃねえけどな。はい、みんなで力を合わせました。キクウシってすげえじゃん。もしかしてめちゃくちゃ強い？強いですよ。もしかして今回の依頼とかいうのも結構やばいやつなのか？あ、いえ、今回はそんなんじゃありません。ちょっとした魔物退治と海の家の仕入れの手伝いだったな。つっても早く着いちまったから、約束の時間まではまだ少しあるんだけどよ。よし、ちょうどいい。その約束の依頼の前に勝負だ、B。ふえ、まだ言ってたのか。オイラ、覚えのないことで勝負挑まれてもよ。何か言ってやってくれよ。おい、オイラを見捨てんのかよ。まあ勝負とかは勝手にやってもらうとして。私ちょっとそのあたり見てくるわ。マキさん、一緒に行きません？そうだな、行くか。あ、ズリー、俺も。伏黒も行こうぜ。いいけど、海には入らねえぞ。水着もねえし、それは無理じゃね？まったく、協調性のない奴らだ。イタドリたちもお前には言われたくねえんじゃねえかな。まあいい、今重要なのは俺たちの勝負についてだ。つってもよ、オイラとお前で何の勝負をしたらいいっつんだ。何か危なくないのがいいですね。アウギュステですし、水泳。おいらは飛んでもいいか。
それじゃあ平等な勝負とは言えないな。あ、ですよね。あ、大食い勝負とか。ルリア、腹減ってんのか？違いますよ、Bさんってば。悪い悪い。でもな、ルリア、オイラとこいつの体格を見てくれよ。どう考えても容量が違いすぎる。確かに。俺は構わんが。あ、待ってください。クイズはどうですか？ほう、クイズか。悪くない。オイラもいいけど、誰が問題を出すんだ？私たちが出しますよ。よし、それで行こう。クイズといえば早押しだな。問題を聞き、答えが分かったらこの棒を取る。それから回答だ。よっしゃ、分かったぜ。問題の準備はどうだ？はい、決まりました。では頼むぞ。それじゃあ第1問です。 B さんの大好物は？B の大好物はリンゴだ。正解です。くそ、オイラの問題だったのに。惜しかったですね。次は問題お願いします。セイ！リヴァイアさんだ。オイラだって分かってるのに、トドの動きが速すぎて、まず棒が全然取れねえよ。じゃあ第3問いきます。私たちが乗る前、グランサイファーがあったのは？ポートブリーズ軍とエインガナ島のアンガド高原。すごいです。正解です。オイラ、単にポートブリーズって答えようとしてたぜ。東堂さんって私たちのことにすごく詳しいんですね。当然だ。俺はずっとお前たちと共に旅をしていたんだからな。意味がわからねえよ。あそこの飲み物、おしゃれだし美味しそう。絶対映える。ああ、喉渇いてきた。でも金ねえしな。あ、マキさん見てください、アイスキャンディーみたいなのもある。見たところ、冷凍庫みたいなもんはなさそうだけど、この暑さの中どうやって保存してんだ？ちょっと、あんたたちさっきからうるさい。なんでだよ。私はマキさんに話しかけてんの。
それをテンション下がる相づちばっか挟みやがって。わ、悪かったって。でもこうやって見てるばっかじゃさ。あんたウィンドウショッピングって言葉知らないわけ？それくらい知ってるっつーの。お前この前はショッピングは買ってなんぼとか言ってなかったか？言いそうだな、野原。マキさん、悪い悪い。まあ金がないんじゃ仕方ねえよ。そうなんですよ。だから私は買えないなりにこのリゾートを満喫しようと。だから満喫してどうすんだよ。黙ってろ、シグラ。あそこの店は今日は休みみてえだな。休みの店なんて気にしてどうすんのよ。いや、でもなんか準備してるっぽいぞ。おい、お前、そんな重いものを持つんじゃない。今日は店は休みなんだぞ。休みのうちに準備をしておかないと。明日になれば手伝いも来るし、今日の夕方には菊石さんが仕入れの手伝いに来てくれるだろう。でもね、お世話になってばかりじゃ悪いでしょ。できることはやっておきたいのよ。これをお店に。えっ！？おっと、ばちゃん大丈夫？すみませんね、よろけてしまって。いいよ、重そうだし俺が持つから貸して。これをどこに運べばいいの？お店の厨房に。でも悪いわ、ごめんなさいね。いいっていいって。つうか、ばあちゃんたちが団長たちの気空団に仕事依頼した人？おお、そうじゃ。君たちがその菊牛かいの？そうじゃないんだけど、知り合いっつうか一緒に来てて。俺でよければ手伝うよ。つってもこの辺りにそんなに詳しくねえんだけど。それでもできる？そりゃもちろんじゃ。町の方の倉庫に置いてもらっている材料を取りに行くんじゃが、案内はわしがする。ただわしらじゃ大きな荷車を引くのはちとつらい距離でな。力仕事か、なら任せといてよ。まったく、こんなところまで来てあいつは。イタドリだからな、仕方ねえだろ。俺も手伝う。まあ、私らはあの気空団に世話になってる身だからな。やりますか。あらあら、こんなに手伝ってくださるの？何往復もする必要もなさそうね。しかし荷車は予備を含めても2台しかないからの。虎杖は荷車いらねえだろ。おお、
素手で運ぶ。力持ちなのね。あ、そうだわ、お支払いは先じゃなくてもいいかしら。ああ、それは後から団長たちに渡してよ。俺たちここの金もらってもあんま意味ねえしさ。あれ、皆さん、あ、団長たち来た。どこに行ったかと思ったらこんなところにいたのかよ。つうかここってオイラたちが依頼を受けた店じゃねえか。その依頼なら終わったわよ。約束は夕方だったみてえだけど先にやっといた。俺らだけでもできるやつだったからさ。まずかった？そんなことないです。助かりました。ありがとうございます。さすがだブラザー、飛空士の鏡だな。いや、俺は気空師じゃねえけど。これで残る依頼は魔物退治だけだな。確か少し沖の方にある小さな島に魔物が溜まってて困ってるっつう話で。依頼をくれた漁師さんが船を出してくれるんですよね。ああ、待ち合わせの船着き場に向かおうぜ。へえ、こっちは普通の船なんだな。海だしな。魚の群れいた。あんまりはしゃいで落ちるんじゃないわよ。ガキじゃねえんだから落ちねえよ。でも海ってなんかテンション上がるんだよな。それはわかる。すごく澄んでて綺麗な海だし、これぞ非日常って感じ。さっきまで気空艇ってので空飛んでたことの方がよっぽど非日常な気がするけどな。あ、それは確かに。そういや、東堂と B の勝負とやらはどうなったんだよ。クイズ勝負は今のところ俺がリードしている。クイズとかしてたのお前ら。その話はもういいんだよ。そんなことよりお前ら魔物退治にまでついてきてくれてよかったのか。任せておけ、俺たちは強い。いやでも魔物退治とかは初めてなんだけど。っていうか魔物って何よ。呪霊とは違うもの。呪霊と魔物は根本的に違う存在だ。魔物は生物、基本的に誰にでも見える、触れる。そもそもこの世界に呪いという概念はあるのか。呪いってロサミアさんやレナさん、エジリーさんとかが受けてしまっていたものですよね。危険な魔法とかの副作用で呪われたりすることもありますが。
つまりこの世界における呪いは俺たちが知っているものとは全くメカニズムが異なる別の概念だと考えた方がいい。俺たちの知る呪いは人間の持つ負の感情が元だ。呪術師以外の一般人も微弱ながら呪力を持っていて、それが漏出して呪霊を生む。だがこの世界の人間は総じて呪力を持っていない。だから呪霊も存在しないか。そういうことだ。つまりこの世界の人たちは負の感情を抱かないってことか。いや、それはありえねえだろ。そうね、少し接した限り普通の人たちだわ。感情の動きも私たちと大きな違いがあるとは思えない。だから根本的にメカニズムが違うんだろう、世界の成り立ちから。なるほど。とにかく元の世界に戻るのに何がヒントになるかわからねえからな。魔物退治でも何でもやれることはやるぞ。結構いるな。でかいカニね。カニだな。こっちはでかい魚。臆するなブラザー。別に臆してはいねえよ。つうか東堂こそ大丈夫なのかよ。お前の術式、呪力のあるものが対象だろ。魔物相手には使えねえじゃん。愚問だな。これ式の魔物、術式を使うまでもない。一体一体の強さはともかく数が多いな。玉剣。よし、式神の攻撃は通る。お、団長も強えんじゃん。ふん、気空団の団長だからな。いや、なんで東堂が得意げなんだよ。こっちもやるぞ、野原。了解です、マキちゃん。
大したことないわね。ぶっ飛びな。大したことないわね。殴れ。終わりだ。終わった。次行こうぜ。怪我はないか、B。おい、助かったぜ、トド。大切なライバルに何かあっては困るからな。高田ちゃんも悲しむ。その高田ちゃんってのはまだよくわかんねえけど、ありがとな。俺が出なくとも、団長が間に合った気もするがな。気にするな、仲間だろう。それにしても東堂だけじゃなくてみんな強えんだな。私は呪霊相手じゃないからやっぱりちょっと勝手が違ったわ。ああ、呪力の流れがないから動きが読みづらかった。そう、それああいうの相手だとマキさんみたいに体術の強い人の方がどうしても有利よね。あとまあイタドリとか。それ言ったら東堂もだろ。あいつはまあちょっとカウントしたくないんですよ。わかったわかった。何にせよ魔物退治ってのはこれで終わりか。はい、皆さんのおかげですごくスムーズでした。ありがとうございます。そんじゃ船に乗って戻ろうぜ。めぐみ、なんかわかったか。いえ、さっぱりです。魔物ってのにもやっぱり呪力はありませんでしたし、ここが本当に俺たちのいた世界とはかけ離れた場所なんだってことしか。だな。あ、釘崎、今の見た？今あっちで跳ねたやつイルカじゃね？いや違うでしょ、今のはさっきも戦ったでかい魚じゃない？え、そうだった？っていうか魔物って思った以上に普通に生き物だったわね。カニとか魚とかな、陸にはもっと別のもいんのかな。何にしても呪霊よりは随分可愛げのある見た目だったわ。呪霊も時々結構愛嬌あるやついね。あんたのセンスどうかと思うわよ。のんきなやつらだな。マキさん、頼りにしてます。この流れはあんまり嬉しくねえぞ。
あ、そういえば虎杖さんたち、これもらってください。お、何？コイン？もしかしてさっきおじいさんたちのお店を手伝ってもらった報酬です。え、でもあの仕事はそっちの気空団が受けたやつだろ。でも依頼をこなしてくれたのは皆さんですから。でも俺たちは。気にすんなって、労働への正当な報酬ってやつだからよ。ありがたいが、こっちの金をもらったところで俺たちは。ここで使っていけばいい。そろそろ小腹も空く頃だ。それもそうね。珍しくいいこと言うわ、東堂。そんじゃ、ありがたくもらっとく。せっかくのアウギュステですから、皆さんも楽しんでください。よっしゃー、それじゃあ早速買い物するわよ。マキさん、さっき通ったお店のジュース飲みに行きません？いいな、喉も渇いてるし。さ、行きましょう。ちょ、釘崎待てって、全部持ってくなよ。ち、バレたか。ちゃんと俺と伏黒の分も分けていけよ。仕方ないわね。無駄遣いすんじゃないわよ。なんでそんな偉そうなの？マイブラザーたちも空の世界を楽しんでいるようで何よりだ。お前は一緒に行かなくていいのか？俺はあいつらと一緒に依頼をこなしたわけじゃないからな。というわけで B。 うい、まさか。俺たちは勝負の続きと行こう。やっぱりかよ。まだ決着はついていないからな。もう勘弁してくれ。これトロピカルで美味しい。マキさんのどうです？これもうまい。あんまり甘くはねえけど、一口いるか？じゃあ交換しましょう。おう。お、酸っぱい。でも爽やかで美味しい。なんて果物だろう。グレープフルーツっぽいけど、こっちに同じもんがあるかどうかわかんねえな。野原のはマンゴーぽいですね。にしてもこの金、ルピーとか言ったか？かなり余ったな。こっちの相場がよくわかんないけど、結構もらっちゃったっぽいですよね。これなら水着も買えたか？やめとけ。水着ならあっち戻ってから買えばいいだろ。ああ、いたいた。釘崎、マキ先輩。ねえマキさん、あいつが持ってるのって。スイカ。
スイカはこっちにもあるみたいですね。だな。見て、スイカあった。だから何よ、まさかそれ買ったの？おう、丸ごと？丸ごとじゃねえとスイカ割りできねえだろ。やんねえよ。なんで？シグロ。なんだよ。あんた一緒にいたならこのバカ止めなさいよ、無駄遣いさせて。スイカくらい別にいいだろ。スイカ割りたきゃ二人で割ってろ。え、釘崎、スイカ割りやんねえの？海といえばスイカ、スイカといえばスイカ割りだろ。スイカ割りなんて家の庭でもできんだろ。それはそうだけど、つうか釘崎スイカ嫌いだっけ？スイカは好きよ、大好きなの。でもスイカ割りは別。せっかくのスイカをなんで割るわけ？変に潰れたり砂がついたりして食べられる部分が減るじゃない。スイカは切って食えよ。正論だな。はい、すみませんでした。だいたいユウジ、スイカ割りしてえなら棒とか目隠しとか用意してこいよ。棒はマキ先輩のジグとか借りればいいかなとか。ふざけんな。お前棒とかいらねえだろ、拳でいけるだろ。そりゃいけるけど、伏黒もいけるよな。まあいけるな。私もできるな。私は金槌使っていいなら。で、そういう話じゃねえだろ。スイカ割りってなんだっけな。夏の幻よ。なんだそれ。スイカは切って食えって話だろ。しゃあねえからそすか。団長に聞いたらナイフ貸してもらえるかな。少なくとも船に戻ればあるだろう。あそこで生活してるみてえだし。じゃあスイカ土産に戻るか。ビー、どうしたんだよ。助けてくれ、お前のブラザーを止めてくれ。いや、あれは俺のブラザーとかそんなんじゃねえから。確かに少しは世話になったこともあるっちゃあるけど、ほとんどあいつの妄想だから。オナチューとかでもねえんだって、マジで。オナチューってなんだ。とにかくオイラもう逃げ回るのも限界なんだ。いたな、B、ブラザーと一緒だったのか。出た。あんな頭おかしいのに目つけられて、あんたも気の毒ね。
本当にな。気持ちはすっげーわかる。あれ、イタドリさん、そのスイカどうしたんですか？あ、そうだった。買ったんだけどナイフがなくてさ、持ってる？みんなで食おうぜ。そうだ、そうしよう。だから休戦だ、トド。仕方ない。その休戦受け入れるとしよう。よかったですね、Pさん。笑い事じゃねえよ。それにしても丸々と太ってて立派なスイカですね。ああ、うまそうだな。この大きさなら変形して襲ってくることもなさそうだし。変形？襲ってくる？ここじゃスイカにもなんかヤバいやつがいるわけ？はい、そういうこともあったんだよ。でもあれはすっごく大きな、大人の身長くらいあるスイカだったんです。だからこのスイカは大丈夫ですよ。あ、うん、よかったかな。あ、ナイフでしたね。船の厨房にありますから取って。姫、なんだあの化け物は。あっちだ。魔物でも出たのかもしんねえ。オイラたちも急ごうぜ。なんでまだあんなものが。サメよ、早く早く逃げないと。ゾンビはもう全部いなくなったはずじゃなかったの？サメ、ゾンビ、どっちなのよ。いや、あれを見ろ。サメのゾンビ、とんでもねえな。ゾンビって噛まれたらこっちもゾンビになるんだったか。映画とかだと大体そうなるな。ゾンビになるならないに関わらず、あんなのに絶対噛まれたくないわよ。なんだありゃ。団長たちも初めて見るやつ。未知の強敵というわけか。あ、こいつの気配。伏黒？いや、いい、今はまず。やだ、何なのよ。とにかく海から離れるんだ、早く。そう、このままじゃまた俺たちの青ギュステが。早くこいつを止めて被害を食い止めるぞ。その通りだ、伏黒。いけるな、マイベストフレンド。当然やるに決まってんだろ。避けてみな。そこだ。
行くぞ。頼むぞ。ピコハン。そっち甘い。行け。そこだ。流れ。じゃあな。なんとか撃退できたみてえだな。被害は？上陸前に食い止められたので皆さんの避難は間に合いました。海に近いお店のテラスが少し潰れちゃいましたけど。怪我人とかがいないならよかったよ。にしても空飛ぶサメだとかゾンビだとかマジで出てくるとかどうなってんのよこの世界は。釘崎、お前は知らねえかもしんねえけど、俺らの世界でもサメはゾンビになったりするんだよ。それは映画の話だろうが。なことはどうでもいい。それよりさっきのサメ、呪いの気配がした。ああ、やっぱり戦ってる途中でなんかそんな雰囲気がしたんだよな。私も感じたけど、ものすごくかすかじゃなかった？呪霊ってわけじゃなさそうよね。あの、皆さんがおっしゃってる呪いの気配ってどういうものですか？どういう言葉で説明するのは難しいが。ルリア、どうしてそんなこと気にするんだ？実は私、さっきのサメゾンビさんからかすかに星晶獣の気配を感じたんです。本当か？星晶獣？星晶獣とは、かつてこの空の世界を支配していた星の民が兵器として作り出した存在。大いなる力を持つ獣だ。作られた獣？空の民と星の民の戦争が終わり、星晶獣たちは兵器としての役割を終えたわけだが、未だに人知を超えた力を持つ星晶獣は、空の世界の各地で信仰や伝説の元になっているものも多い。だったな。はい、その通りです。今は仲間として私たちに力を貸してくれている星晶獣もたくさんいます。ルリアは星晶獣の気配を感じ取れる特殊な力を持ってるんだ。それじゃあさっきのサメゾンビがその星晶獣ってやつだったってこと？いえ、そういう感じではなくて、本当にかすかな気配だったんです。星晶獣そのものというより力の断片というか。
何かに埋もれて力を失いかけた星晶の一かけらのような。なあ、もしかしてなんだけど、ルリアの言ってる星晶獣の気配と俺らの感じてる呪いの気配が同じものだって可能性はねえ？俺の知る限り呪いと星晶獣は全く違うものだが。あ、そうだ、ティアマト。彼女はティアマト、風の力を司る星晶獣です。気配はどうですか？違うな。うん、呪いの気配はしねえよな。ってことは星晶獣と呪いとは全く別物、さっきのサメゾンビは両方の気配を持ってたってことか。ってことになるのか。さっぱりわかんねえや。さっきも言ったように星晶獣はその超越した力ゆえ人々の信仰の対象となることも多い。信仰とは恐れと表裏一体、強すぎる恐れは負の感情を呼ぶこともあるだろう。つまりそうかけ離れたもんでもねえってことか。憶測に過ぎんがな。今は判断材料が少なすぎる。そもそもさっき感じた呪いの気配すら本当にかすかなもので、今は残影も見えない。手詰まりってわけね。五条先生がいればな。ああ、確かにな。星晶獣の件はともかく、あの人の目があれば呪いの方はもっと詳しくわかるんだが。ああ、五条先生の目ってなんか特別なやつなんだっけ？はいはい、僕のこと呼んだ？さすがだね、ダン。
結構いい風が吹いてます。調子はどうですか。はい、いい風が吹いてます。というのは、ブリーモニカに敗北はない。つまらぬものを切ったようだ。我が歩み、いまだ至らず。なあ、団長ってどれぐらい強いんだろうな。どうした急に。改めてよく見てたら、歩き方とか気の使い方とかっつうの、まあとにかくすげえなって。ああ、言われてみればそうかも。ただもんじゃないっていうか、マキさんに似てるような気がする。ありゃ修羅場もいくつもくぐり抜けてそうだ。団長の力を測るなど愚問の極みだ。この俺と旅を続けた奴が弱いわけないだろう。団長は可能性の獣だ。そばで見ていた俺が言うんだ。間違いない。仲間面がマジで止まんねえな、東堂。仲間だからな。団長の旅立ちから俺はあいつを支えている。ほっとけ、虎杖。団長の強さは嫌でもすぐわかるだろう。これから世話になるしな。一緒に戦うことだってあるだろうよ。それもそうだな。こんなとこにまで来て戦うなんて私はごめんだからね。
何のお話しされているんでしょうね、虎杖さんたち。わかんねえけど楽しそうだし、オイラたちも混ざりに行こうぜ。これから一緒に旅するんだしさ。